このイーグルポイントさんに一番近いという駐車場に止めて、イーグルポイントに行ってみたいと思います。初めて中に入るんだけど、めちゃめちゃ緊張する。でもやっぱり牛久市民たりともね、イーグルポイントさんでゴルフトーナメントがあるというのであれば見ないといけないですからね。早速行ってみましょう。はい、1時間くらいしか入れなかったっていうかね、最終的にどうやって楽しんでいるのかわからなかったです。一人だとちょっと寂しいかもしれないですね。まあでもたくさんお土産を買ったりとか、あとなんかしたかな。まあでも行ってみたいなと思いました。イーグルポイントは普通にお客さんで、バスが出てるの便利だよね。暑かった、お土産買ったけど